なんか泣けそう。本当。あれか。寒い。東京より寒い。とりあえずここ一どこだろう。ここ一。あ、地下鉄。大阪や。でもここら辺なの。今ここなんですけど。うわ。ちょっと気になることがあるんですけど、スイカ使えるのかな。スイカ、大阪の電車は初めてなので、知らないときは人たちを一緒にこうやって歩きます、うん、あそこ、ここさっき新幹線御堂筋なんとかなんとか線、名前また忘れた。ここどうやって行くんだろう。難しい。どうしよう。御堂筋何線、駅員さんに聞いてみよう。御堂なんとか線。すいません、なんか御堂筋線乗りたいんですけど、はい、どこから。はい、ちょっと下2階にあります。まっすぐ行って、忘れた、まっすぐ行って。あったなんか東京駅みたいに難しい。東京駅待ってく、インディコマンだ。はい、ここ1、コープ大阪。私がすごく見たかったココイチはどこだろう。ココイチだ。ここか。うわ、あった、ここだ。あ、そっか、みんな右で待ってる。みんな右で待ってる。うわ、電車。今考えてみたら、ここ地下鉄。ここで降ります。なんか大阪す寒いなと思ったんですけど、今日雨だって。いい感じ。今日大阪で初めて電車を今乗ったんですけど、もうなんか楽しい。じゃあ皆さんこんにちは。3分です。風強いですよね。今日大阪は雨がたくさん降ります。ではでは、今日大阪初めて来て、食べる食べ物はやっぱお酒だと、あ、大阪だとあれじゃないですか、たこ焼き。まあ動物、あ、寒い、ちょっと待って、雨降ってる。なんかディープないい雰囲気。もともとは行きたいお店があってここに来たんですけど、今やってないんだ。なんか絶対大阪の一番最初のたこ焼きはその店で食べたかったんですけど、もう今日休みなんだ。あ、飯屋。ちょっと待ってください。今雨降ってるのでコンビニでちょっと傘買います。近く の, あの商店街、はい、新世界に今向かっているんですけど、
ここ動物園とかもあるやん。私今動物園じゃなくて、あった。あの音してる。ああ幸せだ。うわー、ここやんか、ジャンジャン旅行中やんか、大阪や、いやー、何ここ、お寿司屋さんか。わあ、いい感じ。うわー、こういうなんか昔のゲームとか。うわー、串カツか。あ、ここがジャンジャンの横丁か。で、なんか私ここまで来た理由って、理由はあるんですけど、とりあえずあれを見てから。ここ自分好きな雰囲気。ここじゃあ大阪、大阪や。たこ焼きか。ここもなんか串カツ屋さん、あ、かわいい。なんか通天閣はどこにあるんだろう。おお、へえ。でもここなんか串カツとかたこ焼き屋さんとかたくさんある。あ、串カツ。僕が大阪来たらなんか来たかったところ。誕生日に行ったよ。行かせたよ。どうやって知ったんですか、韓国人のこと。いや、ちょっと見えたんで。あ、そうですか。はい、よかったら。ご飯食べてなかった。どこの店ですか。そこの門曲がったとこなんで一緒に行けるんですけど、とりあえず見てからでいいですか。あ、はい、動画も撮ってみましょう。あ、はい、ありがとうございます。あれだ、なんかうわー、なんかここ来たかった理由って、サバイバルファミリー、あの映画も4回見たんですけど、みんな知ってますか。なんか泣きそう。本当いよいよ来たー。わー、ね、なんかここら辺に泊まればよかった。ここ最高やん。最高。うわー、ここも、うわー、いえー。なんか今お腹空いてるので、さっきのお兄さんのお店をちょっと行ってみようか。うん、初めての大阪での串カツ。ビールがすごく飲みたい。これも縁だと思ってるので。すいません。